今円安がかなりひどいですよね。そしてやっぱね、海外旅行はね、やっぱ高いじゃないですか。夏の海外旅行回復遅れと、円安直撃、コロナ前の6割って言うんですよね。海外旅行需要が全然伸びないというね。春休みのハワイがガラガラだったっていうね。だいたいハワイ旅行する人って基本日本人なんですよね。ヨーロッパの人ハワイ旅行するかってしませんからね。ヨーロッパからハワイってもうとんでもない距離ですよ。これ日本からブラジル行くぐらいの感覚ですよ。ヨーロッパの人地中海でいいわけですよ。アメリカの人はね、まあまあちょっと行きやすいけど、でも東海岸だったら目の前カリブ海ですから、カリブ海振り払ってわざわざハワイまで行かないですよ。だからね、やっぱハワイって日本人なんですよね。まあ中国人も行くんですけれども、やっぱ日本人なんですよね。でもこんなに円安だとありとあらゆるものが高いですから、もう高いんじゃないかって言ってみんなハワイも行かなかったんですよね。そうしたらガラガラで安く行けたというね、もう意味がわからない状態になって、春休みも余っちゃって飛行機も何もね、だから意外とハワイは安く行けたというね、そういう結論でしたよね。さあ夏の海外旅行どうなるんでしょう。みんなが行ったら行ったで高くなりますけど、高いからって行かないと逆に安くなるというね、そういうこともありえますからね。実は安く行ける穴場の旅行先がねハワイになるかもしれない。だからこれ結局ね、もう飛行機から宿泊からもう食事から、なんならオールインクルーシブでね、飲み物まで全部入ってるっていう、そういうやつで取るとね、ほら団体っていうか、その価格設定で安くいけるかもしれませんですけどもね。まあいざ外でね、それこそお店でなんか物を買おうと思ったらめちゃくちゃ高いわけですからね。でも安く旅行する方法はあるわけですけども、そんな高いお金積んでまで海外旅行する必要があるのかと。いや、私ここ1週間、先週はロンドンとバンコクに行きましたけども、これ旅行じゃないですからね、これ仕事で行ってますからね。私も仕事でね行くことあっても、じゃあ海外旅行家族で行くかって言ったらちょっとね、いや、そうそう、日本でよくねっていう、そうなんですよ、日本でいいんですよ。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。